おはようございます。早い。おはようございます。ほんとみんな早起き。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今日はめちゃくちゃいい天気ですね。なんかもう本当に春じゃない感じの予感の、雨上がりってね、綺麗ですね。おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。今日は4月30日、4月のね、最後の日なんですよね。なんかあっという間、4月ってまたなんというか、またね、何の進展もない4月と言いますか、ずっと結局緊急事態とかなんとかかんとか言いながら4月が終わってしまいますけれども、では今日の4月の30日の瞑想するピアニーノ行ってみたいかなと思っています。なんか陽子さんの、あの、私のこの時間の一つ前にお友達の内藤陽子さんが呼吸法のインスタライブをやってくださってるんですけど、でそれを見ながら待っててこれやるっていうのが私のこうルーティンなんだけど、今そのシンギングリンっていう、何あの音が鳴る、こういう、なんて言うんだろう、まあ楽器じゃないけどね、そういうものを鳴らしてるんだけど、その音が今のこの、あのピアニーノのね、調律って変わりやすいの で、しかもその現代のピアノと同じあのピッチに合わせると、ちょっとこう弦を引っ張りすぎて負担になるので、少し緩ませていて微妙に音が下がってて、でしかもこの最近の気候の気温の変動と湿度の変動でもうちょい下がったりしてる、その今のこの音とちょうど同じで、でなんかそれがすごく心地よくて、ちょっと調律するのをもうちょっと後にしようかなとか思ったりしてます。まあね、なんかちょっと一緒にやりたい、あのあれなのかな、リクエストとかやって、でなんかインスタライブコラボできますよね。あれってズームと違って2箇所の音が同時に鳴りますよね。会話とかできてますもんね。だからそれをちょっと試して、あのこのピアニーノの音が また戻ってくるけど、全く今同じ音のうちになんか一緒にやってみたいなと思ったり毎回最近しています。ということで、では今日のあの瞑想するピアニーノ行ってみたいと思います。これが、じゃあ陽子さんは、あのだけは陽子さんの家でそのシンギングリン鳴らしながら聞いてみてください。ではよろしくお願いします。
終わりました。ありがとうございました。なんか質問とかないですよね。なんかまたちょっと思ったというか、今日何言おうかなと思って、あの昨日ね、あのちょ出かけてて帰ってきたら、父がなんか BS の見てて、それが象の話だったんですね。象の、あのずっとあのアフリカかどっかの象の一家を追っていく、一族をの移動とか、いろんなこう長いスパンで追っていくやつを見てたんですけど、でそしたらなんか昨日って象の日だったんですって。なんでだろう、象わかんないけど、数字かな、なんかちょっと待ってね、呼吸の時よりもピアニーの時の、あっ本当に。ちょっと話が戻ると、あの陽子さんが陽子.1968 さんがね、インスタライブでそのシンギングインっていう音の、さっき話弾く前に話した話で、で今ピアニーノと一緒に陽子さんはあのシンギングリン鳴らしてみてって言ったらやってくれたようで、よく響いてたように感じましたって言ってくださってますけど、あの絶対なんか今本当に共鳴してるから、このタイミングでちょっとコラボしなきゃみたいに思ってます。まあ、それはそれで、象の日だったんです、昨日。それでちょっと象って、象というとっていうか、象別に普通っていうか、そんな超好きってわけじゃなかったんですが、あることを境にうちに象のものが、象の置物とかぬいぐるみがどんどん集まってくるようになって、でなんでかっていうと、あのこの部屋にある象というと、この部屋には3ついて、こういう像とかこういう像とか、でももっとあのガラスのやつとか置物とかいっぱいあるんですけど、なんでかっていうと、あの象のババールっていうね、お話があるんですね。フランスの子供はもう誰でも知ってる、あのもうなんていうの、もう定番というか、みんな大好きババールなんですけど、そういうお話があって、その象のババールという絵本に音楽をつけた、プーランクという作曲家が音楽をつけた、あの音楽物語っていうのがあって、あのピアノと朗読を交互にやっていく、すごい楽しいお話があって、作品があって、でそれをあるコンサートでやった時に、まあ、それを機に象のものがね集まってくるようになったんですけど、あのそれがねすごい可愛いお話で、皆さん知ってるかな、ちょっとそれもまた今一瞬でまたなんかあのお急ぎの方はもうお出かけください。なんかあのくだらない話なんで、これなんで、ゾウのババールってこれなんですけど、そのやった当初なんか子供に配ろうと思って、結構なんかまとめて買ったみたいなのなんですけど、すごいたわいのないお話で、でなんかあのゾウがね、ゾウの子供がすごい幸せにあの暮らしてたんだけど、お母さんが狩人に撃たれてしまって、それであの一人になっちゃった子供が町に迷い込ん でそこで大金持ちのおばあさんに出会ってみたいな話なんです。で大金持ちのおばあさんがあのお洋服を買ってくれたり、それであのなんかデパート行ったりとか、デパートのエスカレーターで遊んだりとか、そういう話なんだけど、でそれでね、そのすごい私は懐かしい思い出があって、この象のババールをあのやるのにね、俳優さんが朗読をやって私がピアノを弾くんだけど、そのタイミングのね練習でうちでやるときに、うちの母にあのお話のところを読んでもらうっていうのを頼んだことがあったんですよ。それでうちの母がじゃあ分かったって言ってこの部屋に来た時に、その時飼ってた犬がいて、シェットランドシープドッグってあのコリーのちっちゃい犬なんだけど、でその犬があのいつもこう一人前なんでね、なんて自分も人間だと思ってるみたいな感じだから、こう何でもこう仲間として入ってくるわけですよ。それ でその私と母がこうピアノの部屋に行く様子を見て、でもちろん張り切ってついてきて、
で、これからちょっと練習するから静かにしなきゃダメよって言って、で一緒にじゃあ聞こうねって言って、母が犬を抱っこして、でこの本を昔々あるところにって言ってこう読み始めたんですよ。で私がその合間合間でピアノを弾いてっていうのをやっていて、でそしたらその神妙な顔でね、お話を聞いてるような犬がね、お話を聞いて音楽聞いてるような顔して、もうおとなしく母に抱かれていたんですね。それで母が狩人の場面になって、それでなんか母もちょっと乗ってきちゃって、その普通に読めばいいのに、なんかこうちょっと朗読の人みたいにね、感情を込めて読むようになってきて、で狩人の場面ですごいなんか鉄砲の音をなんかこう再現みたいな感じで、ズドーンってなんかすっごい大きな声で言ったんですよ。そしたらもう犬が飛び上がっちゃって、びっくりして、で声も出ないって感じで、もう目がまん丸になって、私と母の顔をこう見比べちゃって、で一体どうしたんだみたいになって、でそれがあまりにも可愛くて、でちょっとそれでも中断したんですけど、そのなんか楽しかったなっていう思い出がこの「象のババアール」のね、思い出ですっていう、まあ話でした。それがね、どのぐらい前かな、もう20年ぐらい前かなって、15年ぐらいかなって感じなんですけど、昨日のそのドキュメンタリーをちらっと途中から見てても思うんだけど、象って本当にこう群れで助け合って、家族というか一族で暮らしていくんですよね。それがこのお話もやっぱりそうで、ババールが、まあね、町に行っちゃった後、その象の家族の方はババールがいなくなっちゃって、みんなものすごい心配するんですよ。それでなんだけど、まあいとことかなんとかと、いとこの象たちと、まあババールは出会って、で群れに戻るんだけど、その時にそのお世話になったおばあさんに、まあ、バイバイって言って戻るんだけど、買ってもらったかっこいい洋服を着て群れに帰るんですよね。そうすると象のみんなが「なんてかっこいいんだ」とか言って、その洋服着てるババールに感動して、それが理由っておかしいけど、それが理由でババールを王様にしようって言って、でなんかババールが王様になって戴冠式で終わるっていう。なんともまあ単純なお話なんですけどね。でも象の群れの物語を見てると、なんかありそうっていうか、そういうお話をしてそうな感じで可愛い。で小象はいつもお母さん象の日陰になるように、お母さん象のお腹の下を歩いていくんですよね。なのでなんか象ってすごい、そこからすごい好きになって、それで今度ネパールで象に乗ったりして、象に触ったらゴツゴツしてそうと思ったら、意外と柔らかくてあったかくて、イルカと同じで、全然違うけど、触った時と同じで、なんて優しい、やっぱ動物って優しいんですよね。なんて優しいんだろうと思いました。でさらに好きになりましたっていう話でした。昨日象の日だったので、なんか象の話以上ですという感じで、では今日は4月最後の4月30日、今日が素敵な一日でありますように。今日はね、初夏のいいお天気なので、まあお散歩ピクニックとかはしていいのかなという感じで、まあお仕事ねある方もいらっしゃると思いますけど、今日も頑張っていきましょう。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。ありがとうございます。失礼します。